ホテルエルコナリタは、千葉県成田市にあるホテル。運営は、大新ホテルズ。1984年にマンションデベロッパーの大都、高層開発株式会社により、ホテルレッツナリタとして開業。1996年4月には、成田国際空港よりの成田インターチェンジ近くに、姉妹館として、レッツガーデンナリタを開業した。 しかしながら、空港利用者の宿泊需要が伸び悩む状況下で開業した、レッツガーデン成田の開業費用やマンション分譲の不審が重荷となり、2001年頃にレッツガーデン成田を維新、ホテルズグループに売却し経営再建を図るものの、2002年8月頃に大都構想開発が倒産したことにより、レッツ成田は廃業となった。その後、レッツ成田の不動産を、 ローンスターが買収し、2003年6月にソラーレ、ホテルズリゾーツが、アコーホテルズと提携し、メルキュールホテル成田として、リファインをオープンした。ソラーレホテルズリゾーツによる運営は2013年6月を、もって終了し、シンホテルズによる運営に移行した。その後も引き続きアコーホテルズと提携していたが、2018年6月末で、業務提携を終了し、 同年7月1日より現名称に改称した。客室はスイートルーム2室含む全248室。5つのレストランバーがある。他地下に宿泊者が無料で利用できる駐車場があるが、車高制限が1.8メートルのため、ミニバンや SUV は駐車できない車種がある。ありがとうございます。